じゃあここを就活対策本部にしようよ。お互い立ち向かっていきましょう。乗り場の窓から人波を眺めていた。僕らはどこへ行こうか。階段の途中で確かな言葉を出そう。彼氏の高吉、ここに一緒に住んでるんだ。俺ら付き合うことになってさ。俺は俺で生きてたいからさ、自分を高めてるって感じ。あいつらそれが寒いって分かってないですよね。お前こそもっと想像力あるやつだと思ってたよ。あんたみんなのこと笑ってるでしょ。違う、違わない。違う。お前なんで水木さんと別れたの。何切れてんねん。私たちはもうそういうとこまで来たんだよ。何者。好きだったよ。